ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンと、あ、え？合ってるか。ごめん、合ってますよ。ゲームズと迷っちゃうんだ、ごめん。ハロー YouTube。 どうもヒカキンと、どうも渡辺真央です。はい、というわけで今日はちょっとね、緊張しております。すでに多分このヒカキン TV 始まって以来の一番取り扱い注意商品を。びっくりした、転がってきたんだよ。こいつは生きておりません、はい、取り扱い注意のね、危険商品、まあ危険商品というか、まあ一応普通に売ってるものなんですが、やばいものです。それがこちら、ザ・ソウ。これイエーイってなるんすか、効果音。一応なってるから。みんなおかしいよ。はい、こちら見た目からもうちょっとなんかやばいオーラ放ってますが、今現段階で僕がゲットできる世界で最も辛いソースです。その辛さを説明すると、まずこれですね、よくドンキとかで売ってて一番日本で売ってる中で辛いソース、10万スコビルっていうね、辛さの単位なんですよ、10万。で、少し前に紹介したこちら、ウルトラデスソース、これ日本に売ってないんですけど、これは117万スコビルかな。だから、すでにこれで、11倍辛いんですよ。で、今回のこのザ・ソースの辛さはなんと710万スコビル。バカげてる。バカげてる。だからこのサドンデスソースの、71倍辛い。爪楊枝でツンってやったらもうそんくらい、こんくらい辛いってことだから。で、なんかこれを買う時の、購入規約として、絶対にふざけて食べたり、一気に食べたりしないこととか、あとは、人にプレゼントとかでふざけて渡さないこと、あとは、食べてしまって、もし体に影響が出た場合、責任負いませんって書いて、裁判起こすなっていう。裁判起こすなっていう購入規約があるほどで、ちょっと笑えないレベルらしいんで、今日は、爪楊枝でツンってつけて、この、水道水にツンってやって、これをちょっと飲んでみようかな、みたいな感じです。さすがにね。辛いものは、激辛ラーメンとかは。ああ、僕大丈夫っすよ。ああ、大丈夫。うわ、すげえ。なんかもう何このエジプト感。やば。ほら、エジプトの感じ見てください、これ。なんか埴輪みたいのがいるんですけど、これで、こう取って。で、本当にこれなんかもう手袋とかしたいレベルなんですよね、多分。まず香りから。700。あ、なんだ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 、何かが出てきた。なんかこれマニキュアみたいになってるんだ。あ、びっくりした。最初からやらかそうだった。なんかほら、こういう感じになってる。わ、なんかねっちょりしてるぞ。ピント合ってるかな。こういう感じ、ほら、黒蜜みたいな感じです。ピヨーン、かわいい、かわいい。その香りもね、なんかね、どんな香りなんですか。これちょっと自分でやってもらった方がいいかな。うん、そうだね。なんかちょっといい匂いっていうか、なんだこれ、そんなデスソースみたいなやばい匂いじゃないんだよ。なんか辛いものの匂いじゃないですね。はい、こっから爪楊枝にでつけます。あ、これこういう感じなんだ。はい、まあ大丈夫だろう。まあ大丈夫、これくらいだったらさすがに。はい、オッケー、こんくらいです。研究員みたいになってるね。戻しますね。あ、こぼした。え、嘘でしょ。べえ。勘弁してくれと。ね、触れ、どっかで、足とかで触れちゃって、なんか、ちょうどどっかに当たったとか言ったら。よし。お。ん？特に何も反応してないよね、これ。溶けるわけじゃないな。ん？大丈夫？これ何も反応してないけど。おらら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 ら。あ、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 あ。じゃ、じゃんけん。いつものじゃんけんで。いきますよ。で、最初は、シュッでいこうか。オッケー、オッケー、いきます、いきます。男のじゃんけん。いきます。最初は、シュッ。じゃんけんぽい！あ、ちょっとにしとこ、ちょっとにしとこ、とりあえず。ちょっと濁ってるしね。あ、でもほんとちょっとにしとこ。ほんとちょっと、ほんとちょっと。ほんとちょっと、ペロペロ、ペロくで。ひたんでペロ。じゃあ、この、いきます。710万ザ・ソース！よいしょ。お、これだったらまだデスソースの辛さですね。あ、オッケーです。あ、ちょっと、じゃあ僕も。苦い辛さです。え、辛いじゃん、めっちゃ。なんだこれ。え、飲みすぎましたよ。全然辛そうじゃなかったじゃん。いや、でも、いや、全然、なんかちょっと辛いくらいなのかなって思ってたからさ。あれ、俺おかしいの。強いよ、辛いのに。あ、まさか、あ、うわ。はい、
一滴入れました。僕もうヤバさ伝わってます。今で熱い。ちょっとしか飲んでないからだよ絶対。多分俺飲み込んではないですから。あ、なんだ口に入れて、なんかもう色が変わった。色が変わった色がね、ちょっとね、それなんか回ってるんですよ、ここでちょっと回ってるんですよ。さあ、じゃあもうゴクッといきますね。ゴクッといっちゃってください。ケビンさんがいただきます。はい、いただきます。さよなら。やばい喉がやばい。まだいけます。強いな。なんか喉がやばい感じはしますけど、今の量でウルトラデスソースくらいの辛さっす。これならもう水についてるんで舐められるんじゃないですか。じゃあもうチュルチュルチュルって言っていいよちょっと薄まってるからね。はい、じゃあ行きたいと思います。大丈夫？あ、これやばいです。シャレなんです。マジで。あ、うえ、うえ、こんなの出そうだから。これあれ、復活してきた。トップ YouTuber って誰だっけな。え、日本で一番登録者の多い、これは言ってますよ。いや、私僕が飲めてたじゃん。それはちょっとこれをじゃあもう一回すくって水につけて。そうだね、本当にちょっとだよ。水につけてお通しまーす。いやいや、さっきもっと薄かったよ。いきましょう。もう見てます。もう見てます。落としすぎるよ。いけますよ。だってしょ、吐きそうになってたじゃん。はい、いきます。胃が俺に対してぶち切れてる。何してくれてんだお前って。やばい、これ胃が痛い。やべえこれ。うん、え、痛い痛いんじゃなくて痛い。ちっちゃいやつ。あのね、わかりました。いえ、あのね、もしスプーン一杯舐めたら絶対運ばれるね。これはやばい。これは本当にシャレになんない。これさ、絶対に伝わってないよね。やばい、伝わってないからね、マジで。でも前押しのこれを舐めただけこれを舐めただけでこんだけの水が必要だってことは、世界中の人はこの爪やじ1本ポンって舐めたら多分世界中の水が全てなくなりますよ。それぐらいやばいです本当に。この後ね、すき焼き食べに行こうって言ってたのに、もうめっちゃ牛乳飲んじゃ腹いっぱいになっちゃって。やばいし音楽も僕と赤子がなんか、あ、ここにいるんだ。ギャンギャンカーブいきますよ。最初はギャンギャンポンバーイ。壊れる。あ、そうかよ。
元気じゃん、元気じゃん。私ヒカキンのツイッター、LINE、インスタグラム、バイン、ツイキャス、フェイスブック、その他ヒカキングッズや他の YouTube チャンネルも動画概要欄のリンクからご覧いただけます。そしてこのヒカキン TV では私ヒカキンにやってほしいことを募集中。概要欄のリクエストフォームからぜひ。最後に画面下のチャンネル登録ボタンを押してー。